はい、ミサドオストイチファームのコニタンです。本日5月の10日は新しい卵の入卵日ということで、本日はコニタンが一人でその入卵の作業をやっていきたいと思います。はい、本日入卵するのはこちらに並べてある全部で47個の卵です。はい、いろいろなパドックから取っている卵47個も集まったので、今回はこれを入卵していきます。こちらに入卵する感じですね。こちらのカゴにこれから入卵していきます。はい、自動を低手動に変えて、まずはこのねシーソーを水平にします。よし、そしたらあれですね、ここに一個ずつ卵を入れていきます。これをこんな感じで、いつも撮影してる側なので、実を言うとコニタンが一人で入卵するのはこれが初めてだったりします。でもね、コニタンもこう見えてここ3年目に入ったので、これぐらいのことは撮影してる側だとしてもできなくちゃいけないというねことでね、頑張りますよ。いやでもやっぱり卵は重いよ。1つが2キロ弱、大きい卵で1850とかあって、小さくても1200とかあるから、意外とね、このカゴ一つにマックスに入って8キロとかねするんで、それを毎度毎度ね軽々やってしまうともちゃんはすごい。いや先が遠いですね。カゴにスポッとはまってくれる大きさの卵もいれば、なんか細長くてシーソーを傾けたら抜けちゃうんじゃないのっていうね感じの卵もあります。はい、使い終わった白いケースは後ほどまた消毒して使います。でかい、でかくてちょっと枠に収まってないかも。よし、こっちのフランキーに入れれる卵はこのラスト4つですね。はい、こっちが一旦いっぱいになっちゃったので別のフランキーの方に移動します。ダチョウに詳しくなれるダチョウと記念撮影、卵を取る体験も、ダチョウに餌やりだってできちゃう。めっちゃ楽しい。牧場で待ってるよ。ミサドオーストイチファームで検索。残った卵4つと3つ、計7つもこちらのフランキーの方に入れます。で、これも同様にシーソーを水平にして入れていきます。はい、余った7個もセットし終わりました。ということでちょっと一旦閉めます。1,2,3。はい、次に深予定日の付箋を書いていきます。書きながらやりにくい。10日です。に入卵とね、ダチョウは6週間後に生まれるので、次は6月の
6月の21日ですね。6月の21日に発生ということで、はい、改めて書き直したものはこちらです。5月の10日入団、6月の21日発生。こちらを先ほどの入れたカゴに1枚ずつ貼っていきます。このようにカゴにクリップがあるので挟むような感じで貼っていきます。そう、こんな感じでね。そう、クリップで止めるのは後ろでプロペラが回っているので、クリップで止めないとどっか飛んでっちゃうんですよね。はい、1個目の庫内の付箋付けは終了です。ついでにここも確認しちゃおうか。さて、動かしてちゃんとはまってないと卵が落ちたりします。はい、でも今回は大丈夫そうです。ということで手動を自動に切り替えてここは終了。はい、残すところはこの庫内ですね。はい、こちらです。こちらの7個です。ここに線を貼って念のためクリップで止めておきます。はい、こんな感じ。閉めて、でトーナーをオートに変えます。で、時間になると動くはず。はい、ということで5月の10日の入卵作業、これにて終了です。6月の21日に発生予定なので、また新たなヒナが生まれてくることを願って待つとしましょう。それではミサとオーストリッチファームからコニタンでした。バイバイ。